では早速、この体の流れとはというところでして、まあなかなか流れといってもピンとこない方もいらっしゃるかもしれないです。で、よくの慣れてない方とか、流れがない体ってどういうのかっていうと、はい、この左に書いてあります、こういう感じ。体には中心線というのがあるんですが、ちょっと青で書きますね。もう全部まっすぐ。で、体の流れもなんか全部こう縦にまっすぐみたいになってるんですね。うん、まあ、そういったものが一般的に、まあ、ちょっと流れが弱い、流れがない絵となっておりまして、パーツとかそのパースは合ってるのになんかぎこちない形になってしまうと。うんうん、一方、それに対してこの右側、流れがありと書いてるんですが、このね、まず中心線がちょっと弓なりに沿ってる。これすごくポイントです。うん、そして、この体の、左側沿ってて、反対側、こちらはこうなんかぐにゃっとこう、まあ、くびれがあるみたいな感じなんですが、ちょっとただのまっすぐじゃなくて、こう、うねってるような、そういう感じ。ここで、実は重要、手足の流れということで、流れというのは実は体だけではなくて、はい、まあ、手足にも存在すると、まあ、そういったことになっております。はい、まずですね、この上の方が流れあり、手足。これが流れありの方。で、下が流れなしなんですが、まあ、こんな感じで書いてますと。で、ポイントを説明すると、やっぱり弓なりみたいなのがあって、はい、一つはこの、ジューンという流れ。手で言うとこれ。で、下の流れなしはやっぱりなんかちょっとまっすぐで、なんか中途半端にピュってここだけ曲がってるとか、はい。これもなんか、まあ、やりようによっては多分こう、うまく流れ作れるんですけど、少なくともなんかこれ、やっぱり、なんか腕書いて、肘書いて、腕書いて、手つけましたみたいな、はいはいはい、そういった書き方をすると、どうしてもやっぱりちょっとぎこちない感じになるというので、絵描くときに、まずその全体の流れをピュッと決めてあげて、指先までの。はい、で、この流れ決めてから、その腕をなんとなくこう、流行っていくという、ちょっとですね、これ、解説を少し入れるとするならばですね、はい、ちょっと薄くして、見える形で説明しますと、そう、まず流れをなんとなくこう書いてあげて、実はそれでラフの時ですね、でそれに対してこう腕、肘、パーツ作って、こう流れがあったらもう人差し指までこう書いちゃってみたいな、こんな感じで、で後からまあ清書するみたいな、これをまあこう書いてこう書いて、うんうんうん、なんか指こう書いてってするとどうしても流れが悪くなるので、はい、初めにこうギューンと書いてあげるってのは意外と大事で、さっきの体のね、はい、話と近いんですが、そういった書き方もあって流れを強調できる。